はいどうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。最近私靴ひも鼻毛に白髪が混ざってきました。よろしくお願いします。はい、前回は生え際がピンチな私靴ひもに似合うね髪型診断ということで、イケメン系 YouTuber になるための糸口をついに私見つけてしまったわけなんですけれども、はい。こう、人気のある YouTuber の方って、立ち位置みたいなものがね、どっぷりと決まっていらっしゃる方が多い気がするんですよね。美容系、ゲーム実況系、モノモース系とか、あと日常系とかのね。しかしながらですね、私靴ひもはこういった明確な立ち位置が確立できていなくてですね、生え際がピンチなど鼻毛の白髪が何だのと、まあ泣き言じみた老化現象をね、愚痴ってしまってばかりいるものですからね。うん。まあ、そんな話はいいや。すいませんね。話がちょっと逸れてしまったんですけれども、昨日の動画まだ見てないぜって方いらっしゃいましたら、よかったらそちらの動画のご視聴もお願いいたします。はい。今日もバズフィードさんの診断利用させていただきます。概要欄に URL 紹介しておりますので、ぜひ視聴者の皆様もアクセスしてみてくださいね。はい。ってことで、本日のお題はこちら。名前がパ行で始まるディズニーキャラクター。あなたは何問当てられる？でも、ファンなら全部覚えてて当然？ってやつですね。私、靴ひも。ディズニー好きなんですけれども、ディズニーランドおよびディズニーシーにはですね、全然行ってないんですよ。てか、一緒に行ってくれる人がいなくて、うん。なんかこう一人でも絶対楽しいと思うんですけれども、せっかくなら誰かと行きたいじゃないですか。ね？なんか一人でさ、こう、なんかね、こう、ミッキーのカチューシャとかつけて、って楽しむのも全然いいと思うんですけど、なんか誰かと行きたい欲が個人的に強くて、行けないんだよな。でもね、でもせっかく私 YouTuber になったことですから、一人でディズニーランド行ってみた。いいかもしんないっすね。なんかたまにそういう動画ありますよね。もうディズニーランドはね、一人で行っても絶対最高に楽しい。うん、絶対楽しいけど、なんかね、うん。いつかこう誰かと楽しく行ける機会があるんじゃないかとかと思ってね、後回しにしちゃうんで、でも行こうかな。企画として成り立ってるし、一人でディズニーランド行ってみたみたいなね、実写系動画ちょっと検討しますわ。はい。じゃあ行ってきます。全ディズニー映画の中から名前がパ行で始まるキャラクターだけを集めてみたよ。これが分かったらあなたは本物のディズニーマスター。それでは行ってみよう。ディズニーマスターっていうのがあるんだ。本物の人間の子供になることを夢見ているこの少年は？おー。かわいらしい。ん？足が義足なんだね。リンゴ？リンゴを持ってますね。ピスタチオ。ピノキオ。ペドロ。ピロ。もう、ん？ピノキオ、あ、マリオカートに出てくるキャラクターは、キノピオか。ややこしくないな。ややこしくないわ。ちょっと。いかにか勝手に結びつけてしまいましたわ。ピノキオ、ピノキオ聞いたことありますね。ピノキオは聞いたことがあるけど、ピノキオがちょっとね、思い浮かばないから、このキャラクターだったかもしれないってことで、ピノキオにします。あ、当たってる。おっしゃ。やべえ。ディズニーマスター。さあ、ライオンキングに出てくるこのキャラクターの名前は？目つきどうした？知らねえ。プンバ、プンバ、プーマ、プンバ、
プーマはさ、ブランドでしょ。プーンバ。プーンバ。ちょっと言いにくくない？プンバ。プンバー。上の二つはさ、発音の違いじゃない？だって、多分ディズニーって、あれですよね。アメリカが、あれですよね。発祥っていうか。そんな感じだと思うんで、要するに輸入だと思うんですよ。だから発音の違いはさ、ね？このバナナとさ、バナーナはどっちとかって言われても、それ発音の違いでしょ。でも、プンバーってちっちゃい「あ」をわざわざつける必要はね、ないと思うんだよ。だから、プンバ、一番上のやつで。ぽい。え、マジかよ！マジかよ！プンバーかよ。うわぁ、やられたわ。ディズニーマスターへの道が。はい、次。ファインディングニモに出てくる、かわいいタコの名前は？おー、こんなキャラクター出てくるんだ。知らんわ。パール、ピンキー、ペニー、ペネロペ。ピンク色だし、ピンキーじゃない？パールかよ。なんでやねん。まあ、名前だからしょうがないか。素敵な名前ですね。はい、次。アナと雪の女王に出てくる、トロールのオサの名前は？あ、この方の名前ね。ちょっとなんか、長老って感じですね。威厳がある。ピリー、パティ、パビー、プランク。パティはさ、ハンバーガーじゃん。違うか。まあ、お顔的に、パビーだな。わかんない。適当だけど。パビー。お、やっと、当たっちゃったわ。パービーさん。おー、なんかかっこいいな、なんか。はい、次。リロ&スティッチに出てくる、このエイリアンは、エイリアン出てくんの？わ。なんか、制服がかっこいい。痩せてるな。ピンキー、プリーブリー、プリークリー、ピノ。この真ん中の二つがさ、ちょっと似てるのはどっちかが答えだからだと思うんですよね。どっちだっけなーっていう風にさせるためにあえてやってんだと思うんですよ。だから、プリークリーでいく。下の方。よっしゃ。いやー、ちょっとこれ才能あるかもしれんわ。ディズニーマスターへの才能が。101匹のワンちゃんに登、101匹のワンちゃんに登場する主人公、ポンゴの妻の名前は？ポンゴ既婚者かい。イケメン、イケメンだな。あ、イケメンじゃ、奥さんか。ってことで美女だな。パーディタ、ペニー、ペッパー、ポルカ。パーディタはちょっと言いにくいんじゃないか？ペッパーでいいじゃん、ペッパーで。あ、パーディタかい。言いにくいとか言ってすみませんでした。素敵な名前ですね。マジかよ。ディズニーマスターへの道が遠ざかっていく。塔の上のラプンツェルに登場する相棒、カメレオンの名前は？おー、かわいいな、これ買いたいな。え？ピーティー、パスカル、ペレ、パーボ、ペレでいこう、ペレ、ペレ。パーボか、え？違うか。パスカルか。わかんねえ。でもかわいいわ。目おっきい。
ボルトに登場する女の子の名前は？知らねえ。ポッピー、ペイジ、ペニー、ポリー。ポッピーにしよう。ペニーかい。やべえ。やべえよ。ディズニーマスターへの道が、どんどんと、ヘラクレスに登場する、ハデスの子分の悪魔二人の名前は？おー。全然わかんねえ。ペイン&パニック。これいいじゃん。ペイン&パニック。おー、やった。やったぜ。4択の割には適当に当たっても結構当たるわ。まぐれ。ラマになった王様に登場するクスコの相棒の名前は？どっちがクスコなのかももうわかんねえからな。じゃあ、プラトーでいこう。プラトー。あ、パチャか。いや、パチャだと思ったんだよね。適当。グーフィームービーホリデーは最高に登場するグーフィーの一番のライバルは？グーフィーって確か家にぬいぐるみがあった気がする。なんかライバルあれだね。大柄。ピート。お、当たっちゃった。やべえ。俺結構当てずっぽうが当たるぞ。まあ、それぐらい多分、キャラクターのデザインとか雰囲気とかが名前に、ね、キャラクターの名前によく反映されてるってことなんだと思いますね。さすがディズニーですね。ポカホンタスに登場するポカホンタスのお父さんの通称。いや、わからんわ、こんなの。適当。これはあれだね。この作品をね、ご覧になった方しかわかんないかもしれないですね。あ、12問中5問正解です。まだまだこれから。正答数が少なくても心配は無用。ディズニー映画はたくさんあるから、まだまだ家にいる今、いろんな作品を見るチャンス。12問中5問か。でもまあまあね。まあまあじゃないですか。そんなことないかな。ちょっとディズニー好きの方にしたらちょっと、あまりにも私、靴紐が無知すぎて、ちょっとイライラしちゃったかもしれないですけど、すいません。一緒に行ってくれる人がいないせいで、永遠のにわかなんです。許してください。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ディズニー来てー。では。